はい、皆さんこんにちは、衆議院議員の原口和弘です。4人の先生方、今日、はい、第5回の WCHA の超党派議員連盟、ありがとうございます。大変大事な論点が出たと思いますが、この2番目の振り返りではですね、麻生当時の財務大臣兼副総理が、これを一生懸命やってる WHO というのは CHO なんだと。チャイナ、うん、真面目におっしゃるんで、私そういうことで万歳になってたそうです。もう井上先生がおっしゃったチャイナ氏、ね、HO だということを、これは井上先生がおっしゃってるんじゃなくて、あの偉い麻生、まあ、井上先生も偉いけども、あの麻生先生がおっしゃってるんですね、うんうん、でそこで怪しげな組織であると、怪しげな組織で、これは議事録に残ってるんですが、これも国会で一昨日取り上げました。世銀と日本政府がこれを一番進めてるんだと。僕らはアメリカから、山本先生、バイデン政権から言われてすごい熱心ですからね。また奴隷のようにやってんかと思ったら、実は震源地はここだったんじゃない。日本ですね。日本ですね。日本ですね。なんと。でちょっと今日はその辺をですね、訴訟リスクを抱えない範囲でさんにお話をいただきたいと思いますが、ちょっと井上先生どうぞ。まあね、今回の宇宙車に関してはね、まあ、日本が圧倒的に被害者の立場になってるんですけど、はい、むしろ、まあ、厚労省なんかその実態十分分かってるんですね、うん、にもかかわらずなぜ積極的にこれをやろうとしてるかと、まあ、医者の立場からするとね、完全にこれ機敏政策そのものですよ。だからおそらくもう国民は政府に捨てられてるんじゃないかというふうなことをもう一市民として思うわけですよ。まあそういうふうに考えますとね、これ医学では逆立ちしても理解できないことが起こっていると。だからそういう時にやっぱりお金か政治か、まあ、フォロー・ザ・マネーということを考えないと、これは理解不能であると。まあそういうことでね、今日はまあ私はお金はど素人なんで、まあ先生方のね、そういう情報を勉強させていただきたいなと思っています。おっしゃる通り、医学の常識から言ったらありえないことをいくつもやってますね、はい、うん、ありえないことをやるっていうことは他の論理が動いてるっていうことでしょう、うん、そうですね、林先生、はい、バンされないように気をつけながら話します、はい、お願いします。グローバルなやっぱり勢力っていうか世界があって、そこに WHO があると、ワンワールド、ダボス会議もある、はい、まあ、そこの後ろには資本家たちがいるわけですが、はい、バイデン政権も岸田政権もその手足に過ぎないと思いますね、はい、で世銀の話が出ましたが、はい、過去20年間ですね、今回のパンデミック、プランデミックに向けてシミュレーションが行われてるんです、でこれは言っていいのかな、ゲイツちゃんとかね、はい、これは大丈夫ですかね、大丈夫です、はい、それから世銀が入ってるんですよ、ど真ん中に、はい、もうそういう世界なんですね。でそれの重要な駒として日本は位置づけられていると、それで気をつけながら話しますが、タケちゃん、わかりましたね、はい、大丈夫です、そこはタケちゃんとかね、はい、それから改定の時の委員会の議長だった方とかね、はい、それど真ん中ですよ。そうですね、ど真ん中にいるんです。で例えば改定の時の WHO の委員会の議長だった方はグローバルヘルス技術振興基金の会長なんです。そうですね、ね、でその基金というのはもうビルちゃんと、はい、もうズブズブなんですね、はい、でかつそれの創設者、つまり中ちゃんじゃないや、議長の方の前任者は山ちゃんって言うんですけども、これはね本の宣伝じゃなくて、RFK ジュニアが書いたリアルアンソニー・ファウチの中に登場してくるんです。そうですね、あ、読みになるとありがとうございます、はい、でもう製薬業界の中にいてとんでもないいわゆる知見みたいなことをやって、ね、訴えられてるんですよ、うん、そういう世界、うん、ですからこのマネー主義、そういったマネー主義の中に実は中国も、あ、言っちゃいけないかな、中国も加わってて、はい、で前もお話したかもしれませんが武漢研究所ね、うん、コウモリ女もそれからアメリカの NPO のあれですね、はい、名前忘れた、まあ、いろんな NPO も、で、もちろんファウチの研究所も、はい、全部仲間なんですね。そうですね、それを知らないのが我々で、それを知らしめないんです、日本の役所は知ってるのに、という構造ですね。で全てビジネスです、でもっと言っちゃうと何百万死のうと関係ないですね、残念ながらそういう世界に我々生きてると。そういう意味でね、ビルちゃんに日本が勲章を出しました、ね、
そして去年ノーベル賞を取られた方にね、1年前にの日本プライズというノーベル賞を取りそうな人に日本の賞を与えるというのをやってるんですね。そしてなんと今年になってアメリカのファウチに稲森の倫理賞というのが出されてる。私はこれね、なんか悪い冗談じゃないかと。私稲森先生の塾生なんで。まあこれね、それを決めるコミッティはアメリカにあるんですよね。それが稲森さんにあろうかとか倫理賞を出したりでね、アメリカでは彼も訴追されて、もうトランプがプレジデントに返り咲くとおそらく刑務所行きかね、これはもう本当に処罰。そこまではおっしゃらない。そういう話が出てるということですね。はい、ね、いや、ファウチにはファウチにも旭日重厚賞。そうです。去年の5月ね。そうです。はい、だからどこ見てんだと、僕らをモルモット役にしてる人たちに勲章を送るってどんだけ倍なんとかなんだということですね。裏金の問題は何で起きてるかっていうのを、これは僕はこの中で僕だけが国会議員なんで言いますと、あれは外国の人たちから献金受けてても20万円以下は出てこないんですよ。そうですね、で僕も30年前は自民党なんで、自民党の真ん真ん中、利権の真ん真ん中を食ってる人たちは形成会でした。なるほど、なるほど。その人たちはでもオーソドックスな利権の食い方をするんです。なるほど、うん、で端パイの人たちは外国の何とか、なるほど、ね、うん、半島系であるとか、うん、あるいは石膏なんとかであるとか、うん、そういうのから金もらいながら悪いことするんじゃないかな、うん、だから裏金にしてんじゃないかなって言われてるんです。でこの今後明らかになってくると思うんですけどね、うん、村上先生、欧米ではすっかりわお注射打つのもやめてるじゃないですか、はい、どうして、ね、日本でやってるかっていう話もあるんですが、うん、我が国だけが7回目8回目って言っていて、はい、あろうことが毎年1回ずつ打たせようと思うんですよ、ね、だからこういうふうな国は非常にいいわけですよね、彼らにとってはね、お金のドル箱といいますか、あの円箱というか、ね、そういうことになるわけですよ。だから、でそういうふうなね、経済産業省が音頭を取って大きな予算もばらまき、厚労省は何人死んだとしてもです反省もしないし、安全だというように言ってるわけです、まだ、だからその背景がね、で本来だったらば厚労省も経産省も我々の命を守るのがファーストミッションだったんですよ。そうです、だって彼らも無傷じゃいられない。いやいや、そうですよね、いやいや、さっきのレプリコンもそうなんです。一回広がったらもう終わりですよ、これは。そうですね、世界最大のマーケットですよ。だから日本っていうのはね、一回しか打たないだけだとそんなに多くないんですが、7回8回9回10回までもし打ってくるとね、1億2000万人しかいなくても十数億人いると同じなんですよ。12億回ですもん。そういう意味ではね、今3発目の原爆がね、全国にばらまかれてると、うんうん、まあ、そういう状況を我々は生きてるという気がしますね。まあ、超過死亡の数を考えるとまさにそうですね、はい、今日40万人っていうのは承知してないって言ったじゃないですか、うん、そうそう、先生ちょっとその辺を。そうですね、動画をご覧いただいたかもしれませんが、アメリカで、ロバート・マローン博士に、はいはいはい、直接インタビューしてきました。でそこで博士はですね、はっきりと日本ではレプリコンって言葉を使って言ってますけども、英語ではもう常にセルフアンプリファイン、セルフアンプリファイン、そうですね、自己増殖型ワクチンとはっきり言ってるわけですね、はい、で博士自身がですね、これはウイルスと同じものをですね体内に入れるのと同じなんだと、これもはっきりおっしゃっていて、もう先生方と、まあ、当然ですが全く認識が同じでした。でじゃあなぜ今そういうものを導入するそのモチベーションは何でしょうかと聞いたわけです。そうしたら博士はですね、それはおそらく経済的な理由が第一にあるだろうとおっしゃるんですね。いや、そうそれは、はい、要するに量が少なくて済む、
自己増殖していくから、最初に注入する量が少なくて済むんですね。ということは安くできるということ、ということはその分粗利がですね多くなるので、儲けが多くなるので、それがそのモチベーションとして大きいはずだということをおっしゃってるわけなんですよ。ですからその今回の件のですね、背景にそういった、まあ、要するにビジネス、お金儲けということがあるとするならば、まさにその線で設計されてるということなわけなんですね。100日3ヶ月でね、お注射を作って治験もやってバッとばらまかれると AI を活用するって言ってことですかね。 AI を活用するけれども人間での臨床試験をやらないで承認するんです。またそうです、そういうことなんです。だからこの間僕アメリカのこのパンデミックアグリーメントに詳しいジェームス・ロガスキーさんとご一緒しましたけど、その時にジェームス・ロガスキーさんはこれは明らかな生物兵器ビジネスだって言ってましたね。いや言ってましたね、確かに、まあ、今山口先生がおっしゃったこれビジネスだ、ね、その考えてることちょっとここで言えないですけど、2つのアジェンダがあるはずですね。あのロバート・マロン博士もこれは非常に長い時間をかけて、準備されてきているものなんだとおっしゃってました。でそのモチベーションの根底にですね、一つは儲けること、はいはい、もう一つはあの人口をほにゃらかするとっていうことがあるわけですね。ですからそうですね、ですからその要するに戦争とか、まあ、戦争も起こしてるわけなんですけれども、そちらのずっとそのなんちゃら爆発の問題意識というのはもうずっと昔からあると。でそのアジェンダがあって、しかし戦争の時も常にお金儲けするのと同じ論理で、それを実行することをビジネスチャンスにもするということですね、はい、でそこにあの先生がおっしゃっているさまざまな利権が絡んでくるという、うん、あのそういう二重構造になっているわけですね、はい、でそこに日本はまんまとあのそうなんです、自分からハマっているということですね。で、マロン博士にあのあで今回我々も抵抗しているわけですけども、この我々の抵抗というのは一定の成功を収めたと言えるのか、それともやはり敗北してるんだろうかと見解を求めたわけです、うん、そうしたらそれは難しい質問だけれども、彼らがものすごく長い時間をかけて準備してきたことを考えれば、かなり有効な反撃はしたとは思うと。しかし今ご承知の通り、例えばヨーロッパでこれさまざまなカテゴリーで農業だとかいろんな分野でその全体主義的統制に対して戦っている人たちが百姓役とかいろいろ起こっていて、それでまたフランスではそのそれこそミスインフォーメーションをですね、あるいはその政府が言うストーリーナラティブこういうものだというに反することを言ったらですね、罰金懲役と IRN の件ね、そういうものを下院議員下院を取ったんですね、そうです、下院を取ったんです、というような動きも出て、だからものすごいこのバトルが繰り広げられていると。でそれがアメリカ以上にですね、今ヨーロッパでは火がついていて、ヨーロッパで起きていることが重要だろうと、だからそういう戦いの最中なんだということですね、うんうん、でじゃあ日本人に対するアドバイスありますかと言ったらですね、うんうん、あの Don't comply、 つまり従うなと、そうそう、うん、抗えと、従ってはいけないと、うんうん、あの人体実験は他の人に頼みなさいと、うん、はっきりと日本人で、はい、実験していますとする予定ですと、うん、それを日本人で、やらせないようにしなさい、うん、Don't comply というのが、マロン博士のメッセージだったわけなんですよ。ですからそういうこのグローバルな規模での地球規模での戦いが今起こっているということなんですね。でその構造を見たでアメリカはですね、半分はもうその反グローバルということで戦ってるわけです、うん、で半分はそっちへ行っちゃってるんですけども、しかし半分は正気を保って、かなりの人数が集まって戦ってるわけですね、うん、日本はアメリカに追従してるはずなのに向こうに行っちゃってる半分に追随して、同時に、うん、まあ、林先生ご指摘の通り直接ですね、そういった、まあ、ウォール街のようなあ、まあ、グローバル勢力に完全に追随、まあ、もう包括されてしまって、うん、その一部となっているという状況なわけですね、うん、まあ、それは、ね、やはり今の戦争では情報が最も強烈な武器になっているんですよ、はい、ミサイルや、ね、あの大砲を撃つ必要なくて、メディアを乗っ取ったことによって、ね、もう8割が
お注射をしてしまったと、まあ、これがやっぱり世界の中で日本がもう一人負けしている本当の理由なんですね。いや僕も朝5時から僕がメディアを作ってやってるの、はいはい、それはね地上波でやればいいけどやらしませんからね、うんうん、そうですね。で今日あの4名の先生方本当にありがとうございました。このいわゆるワンワールドワンヘルスのグローバル勢力極左の全体主義と僕らは戦ってるわけです。世界はですね僕らの方がもう優勢になってるわけです。そうです、うん、ただこの日本が今山子先生がおっしゃったようにグローバル左翼の真下にいるわけです。そして目の前に人参ぶら下げられた欲ぼけの人たちがですね自国民をないがしろにしてモルモットにしてるわけです。絶対に負けないようにしましょう、はい、今日は本当ありがとうございました。先生頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。